10月からスタートする仮面ライダー新シリーズ、その名も仮面ライダーゴースト。昨日制作発表が行われ、キャストが発表されました。今この場に立っていることがすごく夢のようで、本当に嬉しく思っています。主役を演じるのは、去年のジュノンスーパーボーイコンテストで全国1万3000人の頂点に輝いた西目俊さん、17歳。仮面ライダーゴーストは、一度命を失いながらもこの世に蘇った奇跡のライダー。使命を全うしなければ再び消えてしまうという切ない思いを胸に戦うヒーローなんです。初主演の西目さん、意気込みは？演技の経験がない、こんな僕が主演が務まるのかとすごい不安だったんですけど、今は、緊張もなく撮影に挑んでいます。さらに主題歌を担当する騎士団の楽曲にも注目です。仮面ライダーゴーストは10月4日から。